ファニーガーデン。どうもこんにちは、天気です。今回はこちらのファニーガーデンを遊んでいきます。こちらのゲームはですね、約4ヶ月ぐらい前に発売された任天堂スイッチでも遊ぶことのできる、とても紳士向けな恋愛ゲームらしいです。が、対象年齢は17歳以上なので、ご視聴の際はお気をつけください。多分俺の人生初の恋愛ゲームだと思います。それではやっていきましょう。ニューゲーム。街、廃人、廃人じゃないな、ハイトとか。俺何をやってるんだろう、なんであんなミスをしてしまったんだ。会社、クビか。相当なことやったね、あんた。クビを伝えられた時だって上司さん泣いてくれてたもんな。君の力になれなくて申し訳ないって。あー、人はいいタイプね。たまたまこの会社が君に会っていなかっただけだって、他に活躍できる場所があるって言ってくれた。ありがたいな。どうしよう、辞める人全員に言ってたら。あ、店来た。店前。今日くらいはお酒の力を頼ろう。確かここのビルに居酒屋があったよな。じー、かわいい。何でしょうか。もしかしてですけど、何か嫌なことがあったって感じです？相当顔に出てるなこいつ。めちゃくちゃ顔に出しながら店に入ろうとしてたんだな。それでお酒でも飲んで気持ちを切り替えたいなっていう。そこまで読めてんのはすごいわ。キャバクラのキャッチかなんかですか？違います。出勤前に偶然お見かけして気になっちゃったから。わざわざ話しかけてくれんの相当優しい気がするけど、まあキャッチの可能性が今大きいな。すっごく疲れた顔してますよ。人生終わったっていうくらいの。ええ、終わりましたからね。それは合ってるかな。やっぱり当たった。やった。人の不幸で喜ぶな。あ、違う、全然やったじゃない。ごめんなさい。謝れるいい子。なんかこっちの方が大人げない感じがしてしまう。当たってない方が良かったですよね。人生が終わってると思ってるなんて悲しすぎるし。ああ、悲しいから酒を飲みに来たんだ。浴びるほど飲ませてくれ。はあ、まあ、どうしよう。ここでお誘いしたら本当にキャッチみたいになっちゃう。でもこんなに傷ついている人放っておけないし。全部口から出てるな。あの、どういうことですか？そうだ、今日は来店しないでもらえばいいんだ。チラッと中を見てもらうだけとか。うんうん、今日俺は酒が飲みてえんだ。状況がわからないんですけど。実は私ここのお店で働いているんです。なんと、そりゃびっくりこいた。え、こんなお店できてたんだ。女の子とお酒が飲める店かな。あ、みんな出てるわ。タイトルのみんな可愛いね。今までこういうお店入ったことないけど、俺も。店内も綺麗だし、女の子も可愛いな。それな、入ってみるか。入るな。ああ、困ります困ります、お客さん。なんでだよ。え、入っちゃダメなの？今日はここまで。チラッと見るだけでお預けです。入店しちゃったらキャッチになっちゃいますからね。生殺しかよ。生殺しって言うんだっけ。お客さんに入店権利差し上げますので、もしご興味がありましたらまた別の日にご来店お待ちしてます。そこは真面目なんだね。人生終わってないですよ。大丈夫、絶対にです。いや、初対面にこんなポジティブな言葉投げかけられたらこいつ好きになっちゃうんじゃないか。俺ぐらいか。ちょろいぞ、オタクはちょろいぞ。え、今少しだけどいい笑顔になれたじゃないです。だから終わってないです。ありがとう。私
待ってますから、このお店で。次にお会いできる機会、楽しみに待ってます。それでは、失礼します。何なんだろう、不思議な子だったな。俺のことなんか何も知らないのに。でもなんか少し元気が出たかな。単純だな俺。お酒を飲んで忘れるって雰囲気じゃなくなったな。今日はこのまま帰るか。ふふ、ちょろ。てんてんてん、自宅。あ、なんだこいつら。アイドル？アイドルだとしたらこいつらって言っちゃいけないな。この人たちは誰だろうね。人生終わってないか。てんてんてん。いやいやいや、名前も知らない子に言われたことを真に受けてどうする。適当言ってるって感じではなかったけど、それでもさ、てんてんてん。まあでもお前の人生終わってるって誰かに言われたわけでもないんだよな。俺がそう思い込んでるだけで、自分で勝手に終わらせなきゃまだ始まる可能性もあるのか。てんてんてん。あ、もしもし、急に電話かけてごめん。仕事を見つけたのか。5月の話なんだ。土曜日。土曜日。新しい仕事についてから1週間が経ったのか。給料入るけど何に使おう。1週間で出るんだ。バイト？そういえばこうして前向きになれたのもあの子のおかげだな。あの子のお店に行ってみるか。これもう時間差のキャッチだろ。給料の支払い。新しく始めた仕事の給料が毎週土曜日に支払います。計画的に使いましょう。はい。やった、4万5000円だ。わーい。いっぱい使うぞ。なんだ。いっぱいある。ギャンブル、旅行、派遣、地域表、寝る、セーブロード。セーブしとくか。じゃあこれもう、なんか出てるけど、現在利用できないってから、入店しましょう。バニーガーデン。確か、ここのお店だったよな。ちょっと緊張するな。いや俺マジでこういうお店入ったことはおろか見たことすらないかもしれない。俺がただ田舎に住んでるからかな。それは。うわ、画面が白く眩しい。皆さんお揃いで。いらっしゃいませ。うわお。あ、疲れた顔してたお客さん来てくれたんだ。どうもね。いや、びっくりしちゃった。スルーするけど。そうそう、疲れた顔したお客さん来ちゃいました。嬉しくなっちゃうな。かわいい。こんな笑顔向けられただけでオタクの俺は好きになっちゃうかもしれない。あれ、なんかそわそわしてる。こういうお店は初めてだっけ。そうです。そうだね、来たことないよ。そっか。それじゃ簡単にお店のことを説明しちゃおっかな。あ、頼む。なんかお店のルールがある。お願いします。何もわからないから助かるよ。お店の名前はバニーガーデン。楽しくお酒を飲む場所。以上。あら、簡単。おお、わかりそうでわからないような。まあ次第に慣れていくから大丈夫だから、たくさん通ってくれると嬉しいな。なんかさ、こういう言葉はさ、多分この子は優しい子だからさ、善意で言ってくれてるんだと思うんだけどさ、俺みたいなネクラ人間からするとこの言葉ってさ、たくさん通ってお金を落としてくれよオタクくんみたいな意味合いに聞こえてしまうんだけど、みんなどうかな。ちょっと性根曲がりすぎてる。これは。そうだね、そのためには今の仕事を頑張らないと。じゃあ私はお客さんがお仕事頑張れるようにたくさん癒しを与えちゃおうかな。頼みます。もう十分もらってる気がするけど。確かに癒しがあればもっと仕事が頑張れそうな気がする。決まりだね。わお。ああ、ごめんなさい、注文聞いてなかったね。はい、どうぞ。こちらメニューになります。サンキュー。そうだね、ドリンクでもいただこうかな。何飲むの？何飲もうかな。ドリンク購入。はい、と必ずドリンクを購入する必要があります。高価なドリンクを選ぶと好感度アップにつながることも。やっぱ金かよ、くっす。
そうとは言わないこういうお店だ。800円、カシスオレンジ、こういう店って800円から飲めるもんなの？でもなんか全体的に安そうだけど、こっち行ったらどんどん高くなるのか。1300円極上ワインは絶対嘘だろ。バニートラップはなんか黄色になってる。どんどん高そう。所定はまあ歩くシャドウ的なパンチをして行こうか。カシスオレンジ、カシスのリキュールとこだわりのオレンジジュースをブレンドしたお酒、度数も低く、嫌いな女性は少ないだろう。俺さ、酒飲まないんだよね。酒飲まないからさ、ジントニックはわかんないし、ビールだって飲んだことないし、日本酒も飲んだことないし、ワインもないな。なんで俺この店来たんだろうな。じゃあちょっとカシスオレンジを頼みます。まあ初っ端だからね。私もいただいてもいいかな。何飲むの？ドリンク購入キャスト、キャストにドリンクをご馳走することが、あーなるほどね、こういうあれは知ってるかもしれない。え、これってなんか適当に買わない。いや、買わない選択肢はなしとして、あんた何好きなん？え、これ初っ端だからって安いのを買ったら、あ、こいつ安い客だなって思われて、次からめっちゃ舐められた態度とか取られない？もうあの優しい言葉投げかけてくれなくなるかな。さすがに1万円はこいつ初っ端からヘビーな一撃かましてくるわとか思われそうだな。どうしよう。なんか勝手にこんぐらいのが好きな気がする。レモンサワー、うん、全部飲んだことないけど、偏見であんたはこれが好きそうだという予感でやってみるわ。偏見と予感は当たらないもんだけど。注文確定しますか？はい。あ、これ読んどくか。甘すぎず酸っぱすぎず絶妙な酸味が再現されています。再現って何？お酒で再現って何なの？美味しいよねこれ、好きなの。お、ハートが何個か出たぞ。当たりじゃないか。悪くはなさそうだ。いただきます。あ、メニュー説明、会話、キャストと会話ができます。新たな展開が生まれるかも。メニュー説明、今さ、なんか下に落とさなかった。プレゼント、各キャストに1日1回プレゼントを渡すことができます。自宅から購入が可能。フード、飯ご馳走することができます。フードによって好みがあるかも。んー、キャストによって好みがあるかもじゃなくて、フードによって好みがあるかもなんだ。会話するか。え、俺の酒を取ってくれたんじゃないの？飲ませてくれよ。なんだか緊張しちゃうね。そうか。やっぱり初めましてのお客さんだもん。ドキドキとワクワクで胸が爆発しちゃいそう。びっくりだね。で、ダメだよダメだよ、ここはお客さんに癒しを与える場所だもんね。オタクは好きだぞこういうキャラ。私が緊張してたらお客さんだって落ち着けない。しっかりしろ私。これ可愛い以外の感想はどうやったら抱いたらいいんですか？はい、ということでまずはあれをしちゃいましょう。あれとは？仲良しになるための第一歩。お客さんから張り切ってどうぞ。あれを教えてくれないか。あれって選択ね。自己紹介、乾杯、ハグ、好感度アンプ、チャンス。あー、なるほどね。これ言われたら速攻嫌いになるね俺なら。いや、ほぼ全員だな。よっぽどこの主人公がイケメンでない限りは無理だろうな。イケメンでも多分きっちりってなるよ。まあそんな攻めなくていいよね最初は。自己紹介てか乾杯してねえんですけど、後でするかな。自己紹介、大正解。せっかくこうして出会えたんだから、まずはそこからだよね。そうだよ、あんたの名前聞いてないし、俺の名前も言ってねえな。というわけでお客さんのこと教えてほしいな。いいだろう、教えてやる。名前は川田ハイト？なんか乾杯とか言われてそうだね。あんた略して乾杯ウェーイみたいな感じの絡まれ方してそう。かわいそうに、大変な人生だったろうな。ちーハイト君、ハイト君ね。あ、よかった、ハイトで会ってたわ。うんうん、ハイト君、ハイト君。やめて、そんな名前を連呼しないで好きになっちゃう。そ、
そんなに見つめられるとちょっと。あははごめんね。お名前とお顔を覚えたいなって思って一生懸命頭にインプットしてたの。でももう大丈夫、しっかりお顔もお名前も覚えたから。すごいな、俺人の名前覚えるのすんごい苦手なんだよね。いつまでも合わない顔と名前が。じゃあ次は私の番。私はかなって言います。どんな呼び方でもいいけど名前は忘れちゃ嫌だよ。かなさんね、よろしく。じゃあこっちも忘れないように。かなちゃん、かなちゃん、じー。いや、やだ、ドキドキしちゃうからストップ。見つめられるのってこんなに恥ずかしいんだ。やられてみて初めてわかるってやつだね。うんうん、勉強になったな。あんた、ここで働いて何日何年目？それじゃあ、もっとハイト君のお話を聞かせてほしいな。なんか面白い話あったっけ？最近、ああ、あったね。ちょうど酒の魚になりそうな話があるわ。最近勤めていた会社で大きなミスをしてしまってクビになっちゃったんだ。今は知り合いの仕事を手伝ってる感じかな。それは大変だったね。でもほぼ初対面の相手にする話ではないか。いや、こういうお店なら別にいいのか。俺にはわからんな。私が同じ立場だったらご飯も喉を通らないくらい落ち込むかも。想像しかできないけど、とてもショックだよね。うん、先週の顔を見ていただければお分かりの通り。よし、わかった。私、ハイト君が少しでも早く立ち直れるようにたくさん頑張っちゃうから。もう好きだろこれ。せめてここにいる時にはハイト君がいっぱい笑顔になれるように。これからよろしくね、ハイト君。おお、ハイト君と一緒だと時間が経つのあっという間だな。ハイト君、もう少しお酒飲めたりする？もうちょろい客だぞ今のハイト君は。高いやつ頼むか。お、延長だって本当に金を払うのか。いいだろう。ありがとう。もう帰っちゃうのかと思ったよ。見ました、急に顔を決めてきましたよ。もっと絞り取れって感じで来ましたね。何飲むの？っていうかさっき俺カシスオレンジ飲みましたっけ。なんか喉乾いてるんですけど。飲みを渡してくれた本当に。ちょっとじゃあ高いのにするかと言いつつ、俺はこちら辺にして、またあんたも喉乾いてるだろうから欲しいとか言い出すだろきっと。じゃあちょっと極上ワインにするか。注文確定。私も何か飲みたいな。だろうと思ったぜ。読んでたよ。買わない選択肢はないとしてここら辺だな。次会った時はこの高いやつにするか。甘く優しい香りが体の隅々まで染み渡り癒やしのお酒、ついつい飲みすぎてしまう人が多い。飲むと体の底から力が舞い上がってくるようなお酒、癖が強く人を選ぶ。人によって味の感想が全く違う不思議なお酒、度数が高いがなぜか女性にはとても人気だと聞く。これにするか。別に一番安いからってわけじゃないよ。甘く優しい感じのこの人にとてもお似合いなお酒だと思ってやるんです。注文確定。美味しいよねこれ、好きなの。あ、感想が同じだ。っていうことはそんなだなこれ。それともたまたまうまく合ってただけか。あ、そう、ここだけマウスで動くんだよこれ。ダメだよ、見ちゃだ。いただきます。はい、どうぞ。あ、今乾杯したのか。乾杯ウェイス。え、結構あったけど下に置いたっていうか流した感じの位置じゃなかった今。コップじゃないね、こういう店のコップはなんて言うんだっけ。忘れちゃったよ。また会話するかな。どうせ何も持ってねえし。フードって何？枝豆。こんな居酒屋みたいなのあるんだ。あんた腹減ってる？でも正直高っていうか高っ。このサイズのフライドポテト2000円ってマジ？やってねえ、さすがだぜ。でもとりあえず最初は話したいな。また見られてる。また見つめられてる。ごめんね。なんだろう、私
気になると見つめちゃうのが癖なのかな。どうした、俺の髪にポテトでもついてたか。もしかして寝癖とかついてた。ううん、そうじゃなくて、ハイト君、初めてお見かけした時から思ってたけど、なんか優しい感じがする。ほう、主人公相当可愛いな。これそうかな、自分じゃよくわからない。まだ出会えてからそんなに時間が経ってないから、あくまで第一印象だけどね。でもうん、ハイト君優しい感じがする。私の第一印象って結構当たるんだよ。勘がいいのか。人間ね、出会って数秒ぐらいのあれが第一印象になっちゃうから。でも主人公最初めちゃめちゃ暗い顔でいたはずなんだけどな。それでも優しい雰囲気出してたんだ。特に目、ハイト君目が優しいよ。あー、死んだ目してない。じーじー、おいハイト、ガン決まりの目はやめろ。見つめ返すのは反則、恥ずかしくなっちゃうでしょ。なんでだよ。ハイト君、お酒どうする。私はまだ大丈夫だから、ハイト君が良ければだけど。これ延長ですね。延長モード来ましたね。営業スマイル完璧ですね。延長します。ありがとう。もう帰っちゃうのかと思ったよ。定例分。何飲むの。これまた、いやちょっと待てよ、値段が表示じゃない、減ってないせいで油断してたけど、俺いくら使ったんだこれ。いくら使ったんだ俺は。安いか、こういう店で値段をいくら使ったな。15万円もする、やば。いや俺のは安いのにしとこ。日本酒飲みます。日本酒飲んでみたいな。私も何か飲みたいな。あ、いいよ。あんたどうしようか。ここまで来たら逆になんかそこまでなの上げてみたいけど、好感度が関わってるからな。好感度を得つつ、ついやつゲスな考えしてる。まあいいや、とりあえず女性には高い酒をおごるというなんとなくの風習でやっていこう。美味しいよねこれ、好きなの。ダメだ、会話が定例文だ。紳士向けゲームですから。いただきます。あ、見えなかった。そこ、ここに置け、ここに置けよ、ここに、ここ、下に渡せない。手首は90度ぐらいになってるから、絶対にサッてやってるよね。絶対にサッてやって落と、どうした、酒を捨てたことを後悔してるのか。聞こえた、聞こえたよね、正直に言って。聞いたよね。水の跳ねる音なら聞いたぞ。ジャジャジャって音が聞こえた。今のお腹の音だよね。ああ、飯腹減った。やっぱり聞こえてた。だってお腹減ったんだもん、仕方ないでしょ。お腹減ってる状態で飲み物いっぱい飲むのあんまり良くないぞ。主人公なんか怒ったれ。金を使え、落とせ、オタク。家に帰ったら今日は何を食べようかな。何か買って帰るの、それとも自炊。どっちだと思う。あ、どうせならクイズにしよっか。私は自炊派でしょうか、お弁当を買って帰る派でしょうか、それとも外食派でしょうか。だからお弁当派。ヒントはね、私は食べるのが好き、特にお米が大好き、白米だけでもいけちゃうタイプ。自炊かこれ。自炊か、それあんまりヒントになっていないような。まあとは言ってもね、どこにでもあるからな、日本の飯に白米は。確かにそうかも。でもほら、いいから答えてみて。自炊、お弁当、外食か。まあ考察としてはお弁当だけど、こういうまっすぐな子はなんとなく自炊をちょっとしてほしい感がオタクの偏見であります。オタクの偏見というか俺の偏見であります。ちょっと巻き込んじゃったな、オタクたちを、ごめんなさいね。自炊派。正解。おお。やっぱりお米ってモリモリ食べたいでしょ。うん、自炊だったら食べたいだけお米を炊けるもんね。
すごいな、あんた時間あるんだな。いやまあ別にこの時間から炊くわけではないのか。そうかそうか。正直に言うとどれも正解なんだけどね。やりやがったなおめえ、俺を乗せるために。くっそ、いい女だな。女って、その時々の気分によって自炊もするし、お弁当も買うし、外食もするよ。なんでもありじゃねえか。クイズの意味とは。面白くなかった？しかも不正解がないんだよ。こんな良心的なクイズは他ではちょっと出せませんよ。あら、でもお高いんでしょ？ははは、まあそう言われると面白かったかな。はーい、ハイト君の笑顔いただいちゃいました。クイズを出した甲斐があったな。ははは、かわいい。おっと、いい時間だ。今日はそろそろ帰るとしよう。帰ることにするよとかじゃなくて、なんで語り口なんだよお前。わお、18,000円、たけー。延長料たけー。席料なんてあるんだ。あー、3フェーズでそれぞれ3,000円なんだ。いやー、すごいね。本当にやっぱこういう感じのお店はあるのかな。いや、あるんだろうけど、身近にあるのかな。上減ってった。やる気アップ。店内でキャストを横することができると、大店にご機嫌よく外までお見送りしてくれます。外までお見送りしてくれた相手は、両手のやる気が1週間だけ給料アップします。ちょろ、両手のやる気が上がり続けると仕事で昇進し、基本給が増えることもあります。すごいな、応援の力は強いな。今日はありがとう、またね。うん、こちらこそ今日はありがとう。ご機嫌になった？よくわからなかったな。すごくいいお店だったし、接客も良かったな。しばらく通ってみようかな。翌日、また行くのか？え、これ何すんの？もう何でもできちゃうんだけど、ちょっと、こんなに選択肢急に増やさないでよ。プレゼント買うか？じゃあ、プレゼント購入できます。何ラインナップが変わることがあります。ほぼ初対面の相手に靴下与えられんの？怖いな。与えられるで。マカロン、香水。いやー、ガチでわかんねえ。正直、大の大人が、めぐるみもらって素直に手放して喜べるかな。相当好きな人からじゃないと無理気がするな。パジャマも同様。腕時計、即メルカリに売られそう。ネックレス、即メルカリに売られそう。高級バッグ、即メルカリに売られそう。全部ダメだな。マカロン、マカロン、まあ、消え物、消え物買っとくか。購入。わーい。で、カレンダー。何もわからない。ギャンブル、うわ、ギャンブル怖え。やりてえけど怖え。派遣申し込みすることができます。派遣、あ、してないんだ。チェキ表、あ、まだ存在しない記憶がある。寝る、え、これ今日も行けちゃうの？2日連続ってちょっとじゃない？セーブしよう。まあ行っちゃうか。ヒゲも剃った、歯も磨いた、服のシワも取った。よし、大丈夫だ。お店に入ろう。2日連続です。金落とします。いらっしゃいませ。こんにちは。接客してくれるキャスト。好感度は一番高いキャストが入店直後に接客をします。好感度は別のキャストと結ばれることも。早い。今日は来てくれてありがとう。どうも。昨日に引き続きですよ。何飲むの？早い。こんな頻度できたら絶対金落とす人にしか見られないよな。ビールいっとくか。私も何か飲みたいな。一緒の飲もうよ。っていうやり口でビールという安いのを飲ませようとするのはどうかと思うけど、どうだ。美味しいよねこれ、好きなの。うん、昨日からそれ以外聞いていない。多分当たってない選択肢。ちょ、今回だけ見ていい？いただきます。クソ映画こぼすな。じゃあプレゼントするか、せっかく買ったしな。マカロン、有名パティシエが作る高級マカロン、仕事の良い甘いクリームが特徴的。くらえ。よかったらこれ受け取ってくれるかな。気に入ってくれるといいんだけど。あれ、てか2日目でなんか持ってくるってなんか気持ち悪くね。俺偏見がな、これちょっと警戒し始めるぞ俺、これ2日目からもらったら。わ、ありがとう。純粋な目、そしてそんなに喜んでいなさそうな声。大事にするね。食ってください。ん？どうしたの？不思議そうな顔してるけど。静かに。話しかけちゃダメ。今集中してるから。
なんだ。そんな驚く。あ、わかった。なんだ。ハイト君、ハイト君だよね。ああ。うんうん、ハイト君だ。絶対に間違いない。忘れてたんですね。わかったってことは、俺の名前を思い出そうとしてたんだね。あ、まあ、そりゃそうだな。昨日会ったとはいえ、ほぼ初対面みたいなもんだから。俺だって、正直名前は思い出せん。そんなことないよ。ちゃんと覚えてたもん。大事なお客様の名前なんだから、当たり前でしょ。いや、十分です。万が一忘れちゃってたとしても、今はわかるし、問題ないはず。ハイト君、絶対にハイト君だもん。ハイト君だよね。誰その男。出たー、カイトにしとくか。え、誰その男。俺、カイトだよ。まさかの一文字違い。惜しい。じゃなくて、ごめんなさい。ん？笑ってる。あ、からかったな、この。こいつ可愛いな。とにかくもう大丈夫。これからは一瞬も忘れない。だから安心してね。重いよ、さすがに。一瞬ぐらいは忘れてもいいよ、まだ。ははは、ありがとう。でも、お客さんの名前覚えるのって大変だよね。ねえ、胸元に名前が書いたワッペンを貼ってほしいよ。お花の形の。幼稚園の時につけてたやつみたいな。まあ、なんて、冗談でした。私、プロですから。お名前覚えるのとか楽勝ですから。すげえな、プロは何でもできちゃうんだな。まあ確かに名前もすぐに思い出してくれたしね。かなちゃんは頑張ってると思うよ。 ありがとう。優しいんだよな、ハイト君。もう絶対に忘れないよ。おお、ハイト君と一緒だと時間が経つのあっという間だな。営業の顔です。ハイト君、もう少しお酒飲めたりする？営業の顔です。この後見てくださいね。スンってなるから、はいって言ったら。嬉しい。あ、もう少しお店にいてくれるんだ。昨日とちょっと違う、対応変えてきた。やるな。何飲むの？あ、出た、スンってなった。もうハイトは安いの飲んどけ。私もいただいてもいいかな。もち、ここら辺でなんかあるのかな、好きなやつ。日本酒ってさっき一緒に飲んだ。ブルーベリー酒はどっちも飲んでない気がする。注文。うんうん、これ美味しいよね。あ、これは前回より低い気がする。これは今後あげないようにしよう。いただきます。クソッ。映画。乾杯。落とすなよ、落とすなよ。ムキ、今回フード食ってみるか。前回腹減ってお腹鳴ったらしいんですけど、全く聞こえませんでしたね。聞こえました？フライドポテト。美味しいよね、これ。好きなの。なんか貼ってある？そうでもないものにはこれを言ってくださいね、みたいな。ハイト君、好きな食べ物って何？寿司。特別好きな食べ物はないかも。嫌いな食べ物もないから、基本的には何でも食べるし。何でも食べるの？そうだよ。気がついたら鉄パイプとか喋ってるかもしれない。石とか木とかもペロッといっちゃう感じ。すごい。動画配信とかしたらバズっちゃうかもよ。乗り越えてくるな。石とか木は食べ物じゃないよね。かなちゃんは好きな食べ物何かあるの？あ、それってフリ？私の好きな食べ物を当てるクイズをやりたいっていう。この顔かわいいね。いや、普通の会話のつもりだったんだけど、まあせっかくだから当ててみようか。うんうん、クイズ大好き。では私の好きな食べ物は何でしょう？まあさっきの反応からしてフライドポテトではなさそう。焼肉かな。お寿司、石とか木。あー、ここはネタで返したい気もするが、ちょっと先にこの人たちの好みを知りたいな。お寿司？てかお寿司は誰でも好きだろ。焼肉もだけど。回転寿司のお店に行くとお皿のタワーできるよね。それくらい好き。お寿司はやばい。
食べ物のこと考えてたらお腹が減ってきた。フライドポテト食え。2000円のクッソ高いやつ。ハイト君、何か気を紛らわせること言ってよ。このままだと頭の中が食べ物のことでいっぱいになって、せっかくのハイト君との時間に集中できなくなっちゃう。それなら何か別の話題でも出そうか。じゃあ宇宙の話とかどうだろう。下手か。俺ほど下手だなこいつ。宇宙、きらめく満天の星々、星、三つ星レストラン、全然気が紛れないよ。何でもありじゃん。じゃあ歴史は、日本の歴史とか食べ物とかは結びつかないと思うよ。いや結構歴史って食べ物結びつきそうな感じするけど。歴史、昔、江戸時代、忍者、もんじゃ、ダウト、もんじゃ焼き。やってんなお前。多分今は何の話題振ってもダメだろうね。ハイト君と一緒だと。また営業来た。営業ですよ。フェーズ3に移行してます。もう少しお酒飲めたりする？いやー、金を使いすぎだね。嬉しい。もう少しお店にいてくれるんだ。くっそ、この笑顔には勝てない。何飲むの？そしてスンってなるな。急に落ち着くな。まあわしはビールで。私もいただいてもいいかな？どうせ買わせるつもりでしょ。じゃあ前回これって高いの頼んだからこっちにするか。さすがにまだここら辺の酒はちょっと心もとないんで。お金が、バニーマックス、あでも癖が強く人を選ぶだからこっちにしとくか。みんな好きだったりしねえかな。バニーパンチ5000円か。くらえ。おいしいよねこれ、好きなの。ああ変わらねえ。ってことは大体あれなのかな。いや違うか。5000円以下のやつにはこの反応をしろってどっかに書いてあるんだ。そうに違いない。いただきます。なんかさっきより見えちゃった気がする。ごちそうさまでした。気持ち悪。捨てるな。会話しましょう。ねえハイト君、もしも願い事が一つ叶うとしたら何を願う？願えば何でも叶っちゃうっていうやつ。叶える願いを3つに増やしてもらう。なんだろうな。無難に不老不死とか。ああでもお金も欲しいな。漫画とか読んでるとね、不老不死って実はそんなにいいことないよねって気づくよね。ワクワク、ワクワクワク。なんだ、質問返しに期待してるのか。かなちゃん、逆に自分に質問してほしいんでしょ。私にも聞いてくれないかなって顔してるよ。バレてる。ハイト君、人の気持ちを察する能力高すぎじゃない？あんたが分かりやすいんだよ。いやいや、かなちゃんが分かりやすすぎるだけだよ。それでかなちゃんは願い事を叶うなら何を願うの？私はね、ハイト君が幸せになりますようにって願うよ。いやー、癒しか女ばい。てんてんてん。どう？私の好感度上がっちゃうでしょ？上がりました。自分のことよりハイト君の幸せを願っちゃうんだもん。あー言わなければググンと上がりました。これでハイト君のハートをわしづかみしちゃったよね。多分初日でもうわしづかみにはされてると思います。好感度上がってないな。どうして？この間から考えてたのに。どうすれば好感度が上がるか一生懸命に真剣に。だろうね。なんかその今からいいこと言いますよっていう雰囲気がめちゃくちゃに伝わってきたから。行った時すっごくドヤ顔だったし、それでなんか逆に冷めちゃったっていうかね。冷めちゃったの？思ってたのと違う。むしろ逆効果になってる。ハイト君はあれだな、逆張りオタクってやつだな。ふとした時に後悔するんだ。なしなし、やっぱり今の会話は忘れて。
もう二度と好感度を上げようなんて思わないから。俺もそうしとくか。はあ、人の心をつかむのって難しいんだね。そうだよ。何考えてるかわからねえような人間ばっかりだ。でも今みたいなかなちゃんのわかりやすいところは好きだよ。正直っていうか、隠し事ができなさそうなところっていうか、まっすぐですよね、この子。そういう意味では好感度上がったかもしれないね。そうなの？自分じゃわからないよ。うん、やっぱり難しい。いつの間にかこんな時間か。今日はそろそろ帰るか。定例文ね。そろそろ帰るよじゃなくて。うわー、昨日よりも高い。完全にこれの値段だな。ポテトもあるか。サンキュー。うわー、15,000円。今日はありがとう。またね。さらばだ。初日から500円しか増えてない。どうなってるんだ。俺の1週間はどこに消えたんだ。この女に消えたんだ。うん、こちらこそ。今日はありがとう。テンション上がんないな。あ、上がったぞ。今日はたくさん癒されたな。癒しももらえたし、張り切って仕事ができそうだ。仕事仕事。仕事フェーズは無視ですか。はいですか。うわお、前回より多いんじゃない。うわほい、ギャンブルしようか。じゃあなんか絶対みんなこんぐらいでやってるよね。2日目か3日目かで絶対やってる。本当、2000円だけするよ。2000円だけ。1日10回までギャンブルに挑戦できます。もちろん勝つことも負けることもあります。胸に手を当てて挑戦を検討してみましょう。ギャンブルを開始しますか。はい。お、なんか声聞こえた。怖っ。はぁ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 って怖いね。てかこれ何してんの。ちょっと怖いんだけど。何もしてないのに勝ってる。何をしてるの、ギャンブルって。やばい、ビギナーズラックに溺れてしまうぞ。どこまで勝てるんだこれ。いやー怖いけどやっちゃう。怖いね、怖いね。これで負けたらやめるし、これで勝ったら次、あ、負けそう。負けそうです。うえ、さっきの見るとギリ取り返せそうな分って思ってしまう。まあ、負けたんでやめます。私は堅実な男です。すごい中途半端な気もするけど、今回ここら辺で終わらせとくか。ちょっと、こういうゲームだから、パートじゃないか。時間が長くなっちゃうんだけど。これからもぜひ見てもらえたら嬉しいです。というわけでバニーガーデンでした。ご視聴ありがとうございました。またねー。